モスクワの聖ティーホンから1925年4月7日は、モスクワ総主教であり、聖教会で崇敬される聖人。俗名は、バシーリー・イバノビチベラビン。モスクワ総主教座が、ピョートル一世により1721年に廃止され、政務会員制が敷かれていたロシア聖教会に、ロシア地方公会によって、モスクワ総主教座が1917年に復活した、際。 復興されたモスクワ総主教座に最初に着座した。ロシア革命以降、ボリシェビキ政権による宗教弾圧への対応と教会の死後に苦心し、苦難の中に致命した。アメリカ合衆国での教区を管轄して、教区の発展に尽力した経歴もあることから、現代アメリカの正教会でも重要な聖人として、数形されている。トロペツ軍の司祭の家に、 バシーリーの名で1865年に生まれた。少年時代から熱い信仰を持ち、入話で謙遜であったと伝えられている。1878年から1883年まで、バシーリーは、プスコフ神学校で学んだ。学友から、その謙虚な人柄と学識で人望と尊敬を得ており、主教とか、総主教といったあだ名で呼ばれてスライ1888年、 23歳の時にサンクトペテルブルク神学大学を卒業する。プスコフカメ学校に戻り、倫理神学と定理神学を教え、ここでも人望を集めた。26歳の時に修道士となる。修道士先発式の際には街中から人が集まった。この時、修道名であるティホンをザドンスクの聖ティーホンにちなんで与えられた。 1892年にホルム人学校に移り手のひらンに少女された。1897年10月19日、ルビン主教に助成されホルムに戻って1年間ホルム主教区の副主教を務めた。精力的な仕事ぶりに教区ではロシア人心とのみならずリトアニア人、ポーランド人からも好感を勝ち得た。ニューヨークの聖ニコライ大聖堂、ティー・ホン主教による 聖清志を示す名盤ビリニュース、聖 T 本を記念する名八1898年9月14日、T 本主教はアリューシャン及びアラスカの主教となった。アメリカの聖教会の主座として精力的に働き、北米での共生の拡大に努めた結果、1900年に教区はアリューシャン及びアラスカ教区からアリューシャン及び北米教区に変更された。 ここでもティーホン大主教は人望を得ていた。1901年5月22日、ティーホンはニューヨークに聖ニコライ大聖堂の基礎を正規を施し、さらに他にも教会を設立した。1902年11月9日、ブルックリンにシリア人聖教と移民のために聖ニコライ教会を正規をし、2週間後にニューヨークの聖ニコライ聖堂を正規をしした。 1905年、北米主教区は大主教区に格上げされ、ティーホンも大主教となった。同年6月、ニューヨークに聖、ティーホン修道院が設立、聖清しされた。1907年にロシアに帰り、1913年までヤロスラブリ教区を管轄。ここでも人々から好感を持たれたティーホンは、ヤロスラブリから名誉市民の称号を受けている。 1913年12月22日、リトアニアのビリニュスに移り、教区を管轄。事前事業に力を入れた。戦立から着座、編集2月革命後、ティーホンは新たに組織された死のどのメンバーとなった。1917年8月15日には、不主教に少女された。帝政時代からの長年の準備の末に1917年に、 開催されたロシア地方公会においては議長に選ばれた。このロシア地方公会では政務会員制によって歪められた教会秩序を教会法にのっとり回復することと教会の改革が目指されていた。この公会議で議題となった本来の総主教制を復活させることについては政教会にとって変則的な政務会員制度化に統制される。 ロシア正教会の状況を改善するにあたり、総主教に全権を預ける、見解。総主教座の復活そのものに反対し公会議により、教会運営を行うべきであるとする見解。総主教座は全聖職者と神徒を代表する立場であるとする見解といった、大きくまとめて三つの意見が出されていた。 ティーホンがモスクワ総主教に着座した直後の時期のロシア正教会の最高幹部たち。クーコリを着用しているのが、聖、ティーホンこの時の公会議の決議には、強権的な改革を行って、小儀式派との教会分裂を引き起こしたニーコン総主教時代や、総主教不在の政務会員時代といった、教会にとっての苦い体験を繰り返さないという決意が反映されている。 教会は独裁主義でもなければ民主主義でもなく、宗主教座はこの世の政治的な理解を超えるところにあり、宗主教座は新品と信徒の気持ちが具現化したものであるとされた。ティーホンは宗主教座は聖職者と信徒の信仰の代表であるべきであると考えていた。具体的に宗主教を選出するにあたっては3人の候補者を選挙で選び、 その中からくじで当選者を選ぶ方式が取られた。これは人の意志と神の意志を反映させる趣旨によるものであり、教会における候補選出の際のくじ引きについては、新約聖書に記述されたマティアの選出に洗礼が見出される。旧聖書ハリストス大聖堂で、イコン、ウラジーミルの生信女の前でくじ引きが行われ、3人の候補者の中で第2位の得票数を得ていた。 ティーホンがくじ引きの結果モスクワ総主教に選出された。総主教に着座した後も、その入話で謙遜な人柄はいささかも変わることがなかった。ボリシェビキによる宗教弾圧への抵抗、編集、ロシア正教会の歴史ソ連、無神論政権による弾圧の時代も参照をおりしも、ロシア革命の嵐が吹き荒れる中、政務会員制から解放された、 新しい活動に動き出している教会の姿を実感しつつ、指導に当たっていたティホンは当初ボリシェビキに対して厳しい態度をとった。ボリシェビキが教会財産の募集を行い、新品、新徒に対して暴行、略奪を行っていることに対して抗議を行い、信徒に対しては無神論者を正道に入れないように指示をし、ボリシェビキが行いを改めない場合には破門する。 ことまで示唆した。ボリシェビキはその名に反して、決して多数国民の支持を得ていたわけではなく、臨時政府の結束の無差の感激をついて、武力で政権を奪取したに過ぎない存在であった。無信論者である自分たちが破門されることは、自らの心理的には通用はないものの、ボリシェビキに対する国民からのイメージが破門によって、さらに悪化すること、さらに境界が、 地方の農民と結びつき、さらに白軍と結びつく、器具の存在は、ボリシェビキにとって脅威であった。ティーホンソウ主教は、帝政復活を考えていたわけではなかったが、一信徒としての皇帝ニコライニセ一家に対して、両清しができるように排除し、銃殺された後には、埋葬式を行ったことも、ボリシェビキの神経を逆なでした。ボリシェキは、ティホンソ主教の態度への報復として、 各地で聖職者、修道士、信徒を投獄した。こうした中、T 本宗主教の身に危険が迫っているのに対し、信徒代表者たちは総主教の護衛を買って出た。政務会員制の元国家宗教として機能するのみの腐敗したロシア正教会は、弾圧すれば、あっさり瓦解する。そのように考えていたボリシェビキにとり、過酷な弾圧が開始されたのにもかかわらず、 ロシア正教会が強固に存続し続けることは大きな誤算であった。ボリシェビキが長期的に政権を握り続けること、ボリシェビキによる宗教弾圧が想像以上に残酷さの様相を強めていくことを認識するに至ったティホーンは政権に対する姿勢を緩和した。聖職者に対しては政治に関わらないように指示したが、ボリシェビキの教会に対する弾圧は、 ますます強まっていった。焦りを感じるボリシェビキ政府は、基金救済のためと称して、方針例に使用する正規物の応酬を開始した。これに対し、ティーホンは、必要最低限の正規物以外は供出するように信徒に呼びかけたが、必要最低限の正規物以外の部分だけをボリシェビキはプロパガンダに利用した。異なる教派であるローマ教皇からの 正規物の代替となる金額を用意する提案も無視してさらに正規物応酬を強化した。これら応酬された貴金属が貴金救済に使われたのかどうか、その使とは不明である。レーニンは気が救済のためではなく国家の外貨準備のためにこの応酬を行ったと政治局内部で公言していた。1921年から1923年にかけてだけで、 主教28人、最大司祭2691人、修道士1962人、修道四3447人が処刑された。幽閉から英民、編集英民の前年に二人の主教と撮影。左、ペトル・クルティツキーフ主教、右、フェオドル・ポズデイフスキー大主教。両主教は共に1937年に銃殺された。三人とも、 新知名者として劣勢されている。1922年4月、共産党初期局は、レーニンの主張により、T 本に対し死刑の極秘判決を下した。6月に、T 本総主教は自宅に遊兵された。総主教が遊兵されたことで、ロシア正教会内の急進的なグループが分派を形成する。生ける教会を称した彼らは、教会の分裂を期待する。 ポリシェビキ政権の後押しを得て、勢力拡大に努めたが、同運動は、結局人望も学識もない指導層の運動に、終わって、下火となった。1923年4月、レーニンの病状悪化の後、ジェルジンスキーは、ティホンの死刑の延期を主張した。宗教問題の実験が強硬派のトロツキーから、慎重派のカーメネフに移り、1923年6月16日、 ティーホンがソビエト権力の敵ではないとの所簡を公表した後、同月25日最高裁は逮捕拘束を解いた。こうしてティーホンは死刑を免れた。いける教会運動による教会分裂の計画が失敗に終わったため、ボリシェビキはティーホン総主教を解放、再びティーホンを交渉相手とすることを起としたが、 ーホンにとっては、教会維持のための難しい交渉の日々が続いていった。亡命者たちによって構成されていた、在外ロシア正教会が国外で、定性復活の指示を宣言して、白軍を支援していたことも、ロシア正教会及びティーホン総主教の立場を悪化させた。1924年、体調を崩して入院したが、手術及びその他の教会の祭日には、 病院を一時退院して、方針例の司等に当たっていた。1925年4月7日、最後の生体礼儀を司党した日の夜、少し眠った後に起きた、総主教は、時刻を尋ね、午後11時45分との答えを、聞いた後、主よ、公営は何時に返し、公営は何時に来すと唱えて十字を二回描き、英民した。三回目を描く時間は残されていなかった。 この日は生新庄福音祭の日であった。ティーホンは遺言で、ソビエト当局に対する忠誠を誓ったと公表されたが、この遺言が本物であるかどうかについては、直後に疑問が持たれ、未だに結論は得られていない。ティーホンの創始教材位は7年半に及んだ。過酷な宗教弾圧の吹き荒れるソ連時代初期にあって、正教会の守護、維持に努めた日々であった。 1989年に劣勢された。失われたと思われていた。普及体はドンスコイ修道院から1992年に発見された。ありがとうございます。